明日午前0時から10日間にわたって改修工事が行われるのは福岡都市高速環状線外回り千鳥橋ジャンクションから呉服町出口までのおよそ1.5キロです天神方面からは空港太宰府方面と呉服町出口が終日通行止め鹿椎方面からは呉服町出口が終日通行止めです鹿椎方面から空港太宰府方面は通行できます 太宰方面からは天神方面、可視方面にも通行可能です。高速道路を走る西鉄バスも迂回ルートで運行するため、ダイヤの乱れが生じる可能性があるということです。福岡・北九州高速道路は朝・夕の混雑時間帯を避けた利用や、環状線内回りでの迂回を呼びかけています。